いらっしゃいませ。ん？初めてのお客さん？うちはええもん揃ってますよ。まあベータか VHS かだけは気ぃつく。俺は立花不動産のもんだ。小田から話が言ってるはずだが。なんや、そんじゃあんたが桐生さん？ああ。ほなちょっと待ってな、奥に部屋あるから。うん。特別なお客にはここ、中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。ここはあんたの趣味の部屋ってことか。立花さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた立花とは長いのか？どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレンタイやっとった。そこに2年前一匹狼やった立花さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。今の立花からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど立花さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。ん？立花さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄のさや。立花さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ？聞いてない？立花さんは中国残留孤児の2世やで。中国残留孤児？立花さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐまだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。立花さんはその間に生まれたんや。立花さん日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やった。けどその土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で立花さんも自然とガキん頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに立花さんのことは兄貴や呼んどった。小田。よう、店はほったらかしか？客が困ってたぞ。あれほんま？ほなごめんな、ごゆっくり。あいつ話長かったろ？ああ、あんたらの話を聞かされてた。もしかして俺が社長に惚れ込んでたとかって話か？話半分に聞いとけよ。
それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。ああ。でも面白い話が聞けたよ。何日か前、牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってこと。で、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。え？いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。ありがとうございました。役者どもの好きにはさせねえ。レッツハリー。
ってもらおうか。目障り。うらえ。あれは何やねん、あれちょっとそこの暇やな。おい、悪い。おげいらっしゃいませ。小田さんやったら。そうか。あ、超待ち準備せや。それはとにかくあの立花さんが関係しとることや。なるほど。せやろ。ほな悪いことは言わん。大丈夫だ。そうか。だな、キリュウ。ああ、セレから電話があったんだな。そういうこと。牧村誠の引き渡しは椿園の弁天屋って料亭でやることになった。
椿園の弁天屋。ああ、そこの座敷でこれからセラと。これからすぐか。町中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行儀よくことは進まねえよ。牧村誠は自分が殻の一つを相続してたことセラに聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでんだが、その時には誠はもう家出してた。家出？ああ、それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。しかもその後何があったのか、彼女は目が見えなくなった。そんな不幸続きの中、相続することになった一坪10億。神様がかわいそうな子に手を差し伸べたってことか。そこら中からヤクザに狙われるっておまけつきだがな。彼女、いや、聞くまでもね。彼女もここ何日かずっとヤクザに詰められてたらしい。何にしても土地に執着もねえし、さっさと手放したいそうだ。そうか。よし、それじゃいいか。女連れ出す段取りはこうだ。まずお前が弁天屋の中で女を受け取る。俺はその間外で。で、弁天屋を出たらまず京都まで行く。新大阪から乗るのは危ねえってことか。一応の用心だ。ああ。なあ桐生君、お前はこの時のために立花不動産に入ったようなもんだ。いよいよ何が起きても牧村誠を守りきれ。殻の一つも最低に入るや。ここがあんまりキョロキョロすんな。いいか。分かってる。また後でな。立花不動産の桐生さんです。日教連の世良だ。座ってくれ。立花不動産の桐生です。前から風間さんに聞いてた。それにお前の今の状況も全部承知してる。ただ今世間話の時間じゃない。こちらが牧村さんだ。立花不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。もう一人織田という者と私で神室町までご一緒します。護衛ってことですよね。ええ。私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。お察しします。この間私を守ってくれた人も殺されました。ずっとお世話になっていた人が。お金なんてどうでもいいです。早くその土地を手放させて。わかりました。立花さんによろしくな桐生。ええ。失礼します。それじゃ。
急げよ、おい早く来い。え、今の声どうかしましたか。何してんだ、早く乗れって。行きましょう、牧村さん。はい。どうした。いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で踊っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。桐生、右車線、後ろの車。うん。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。スピード上げてきた。渋沢。何？気づかれてた。おい、飛ばせ。はい。何が起きてるの。あいつらマジかよ。キル、これすぐ。お前、なんでこんなもん。言ってる場合じゃねえだろ。さっさと落ちまくれ。
一旦高速降りるぞ。